この運動はアメリカやイギリスのレコードレーベルで働く黒人女性が6月2日に丸一日仕事を休み黒人社会を支えるために何ができるか議論を交わそうと訴えたことをきっかけに広がりました運動は6月2日が火曜日であることにちなんでブラックアウトチューズデーと呼ばれこれを受けてアメリカの大手レコード会社は次々にこの日だけではなく 私たちは本当の変化が訪れるまで戦い続けるなどのメッセージを投稿しましまた、またこの運動に賛同するアーティストの間では SNS に黒一色の画面を投稿して差別への抗議の意思を示そうという動きが相次ぎ全米各地で続く抗議活動とともにさまざまな形で人種差別の問題に向き合おうという運動が広がっています。